はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、虹色カルテって見てますか皆さん。あのね、自分がね、この病気をしてからというものですね、やっぱ医療系のね、情報番組とかね、ドラマをね、めっちゃ見るようになりまして、実際はね、ドラマのようなもんじゃないっていうのはすごい分かってるんですけども、あれ何なんでしょうね、すごい見てしまいますね、やっぱりね。大体ね、そのヒューマンドラマとしてね、放送されてる中でですね、ちょいちょいその医療現場のもうマニアックなその病名やね、セリフとかがね、あとは現場の様子とかもですよ、そういうのがこう垣間見られる瞬間にですね、こうすごい敏感になってしまっていて、その症状をね、こう見ると、あ、糖尿病やとかね、肺血症やとかね、すごい焦ってしまうようになりました。朝顔先生とかもそうですよね。あれはね、死亡解剖のドラマなんですけどもね、一応医療ではなくはないんでね、見てしまいます。あと救急外来がね、メインのドラマやったらね、その血圧やね、心拍数の数字がこう飛び交ってるんですけども、それを聞くとね、もういかに危険な状態なのかがとかね、もうね、すごい分かるようになってしまってね、処置が終わって血圧がこうペアッと安定してくるとですね、出演者のたちと同じようにですね、すごいね、ホッとしてるんです。この感じは何なんでしょうかね、分かりませんけども、職業病のようにね、心が動かされるんですよね。でも僕はね、美容師やし医療従事者ではありませんのでね、全く関係ないんですけども、その病気をしてからというもの、そのなぜかね、他人事とは思えなくなってしまっています。久保田正孝さんって俳優さんいてるでしょ。あの人がその医師免許を持ちながらね、その身分を隠してですよ、レントゲン技師としてね、働いてる中でね、その担当医よりも的確にこの病気をね、こう発見するラジエーションハウスっていうやつあったでしょ。あれとかもそうやったしね、その中ではやったら造影剤をね、そのレントゲン技師だから造影剤をね、体に入れるわけじゃないですか。でその造影剤を体に流し入れて MRI をわーってこうするとね、そのめっちゃ負担がかかる患者さんに対して、呼吸に合わせてね、少しずつこうなんか注入していくシーンとか見たらね、もうゾクゾクするし、あと石原さとみさんの薬剤師のアンサンクシンネルラとかあったじゃないですか。あれとかやったらね、その患者さんの症状とね、その服用履歴、薬を服用している履歴からね、その今の状況をね、こう担当医にこう伝えて調剤して、一命を取り留めることができたりとか、そんな感じでね、たくさんの事例をね、こう解決して命を助けるドラマにね、めっちゃこう感情移入をね、するようになってしまいました。でそんな中、今やってる虹色カルテなんですけどもね、これはまだね、始まったばっかりでね、激しくその重要なシーンっていうのはまだまだありませんけども、もうこれまでのね、医療系ドラマとはまた違う角度からこう見ることができるシーンがね、ちょっとありましてですね、ちょっと考え方をね、僕の考え方をこの改めさせられることがね、あったんですよ。ネタバレになってしまうかもしれませんけども、事故現場やね、その被災地などの状況下においてですね、先着順でその治療に当たるのではなくてですね、治療のね、緊急性とかね、症状の重症度からね、その治療の優先順位をね、決定して、治療と搬送などをね、行うトリアージというものがあるんですけども、そのトリアージというのは、その定められた特定のね、基準があるんですよ。それを用いてこう診断していって、優先順位を決定して救急車に乗せたりとか、ドクターヘリに乗せたりとかというね、もうめっちゃね、そうリアルなシーンがね、ありまして、そこで、ね、こう的確にね、患者さんの一人一人のね、状況を見て、痛いところはどこですか、目で光を追えますかとかね、骨折しますねなどの診断をしていく中でですね、もう私はいいから娘を早くというね、患者さんに対してね、その現場について診断している男の先生がですね、順番を判断するのは私たちです、私たちの言うことを聞いてくださいというね、シーンがあったんです。どんなにね、その過酷な、その悲惨な状況下であってもですね、冷静にこの一人一人を診断していって、搬送する順番を決めていって、命を助けるっていうその仕事を見てるとですね、もう僕はいつも動画内でね、めっちゃ待たされるとか、
なんで一回で終わらへんのとかね、もう先にここからやってそこは後回しでいいやん、なんでこんなに薬飲まなあかんねん、こんなに頑張ってんのになんで良くならへんねんとかね、めっちゃ文句を言ったことをね、そのドラマを見て思い出してね、めっちゃ反省しました。まあ、それはね、その重症なら即入院してるやろうなって思ったし、まあ、どうしても我慢できないほどのね状況になって、もう電話したらすぐに対応してくれたし、で一昨年なんかですよ、その熱でね救急外来に行ったらですね肺炎やって、その日に即入院やったし、もう帯状疱疹の時でもね、その予約の患者さんを差し置いてね僕のこと見てくれたしね、もうね思い起こすはですね、電話で事前の電話でね少し状況を伝えただけでね、あのこちらの思いをね飲んでくれたんではなくて、状況を確認した上で的確な判断をしてくれたんですよ。なので僕が文句ばっかり言ったその状態の時っていうのは、まあ、そうなって当然、まあ、待たされて当然だよっていう判断をされていたということを感じました。いやーでもほんまにね反省せんの飽きませんわ。でもねその時はね僕もね必死やったんですよ。この虹色カルテのシーンでもね、足が動かねえ、俺を先に見てくれってね大声で叫んでる人がいててもね、こう冷静に問診視診触診っていうのをしてね、あー折れてるね、骨折だけでは死なないから大丈夫とね、あの大声を上げている患者さんを見てね、こう順番を後の方にしましたので、まあ僕は骨折はしてませんでしたけども、まあ、僕もねこの人と同じような状態だったよなとね思いました。でもね人間というのはですね、危機的な状況だと感じればですね、もう取り乱してでも必死にこう訴えたくなるもんなんですよね。でもまあ今回のドラマを見てからね、それなりに反省するところがあったので、今までもね、まあ、直接言ったことはないんですけども、まあ、極力ねこういう動画とかね、あのブログとかね、あの SNS でね、あのちょいちょいこう愚痴としてね喋っていきます。まあ、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。